えー、こんばんは私は戸マベチヒデさんがうさんくさく感じで仕方がありませんというのも彼はホームページで IQ を向上させるいや共感覚解花などのタイトルで音源をだいたい1万から3万で販売されていますいろゆきさんそんな彼についてどう思いますか私は正直理解の能ですうん まあ、あのそれが本当にできるのであればあの世界中でこうそれに関する論文ができてあのこう学校教育に取り込まれてもらうのでなのであの基本できないんだと思うんですよね。ただそういうものを自由に売るっていうこと自体は法には触れないので、まあ、法に触れないんだったらそういうことやってもいいと思うタイプの人なんだなっていうことなんじゃないかなと思いますけど。